き心地いいですか？ほっとした顔してますね。毎日使っていただいてありがとうございます。枕冥利につきます。さあ主、寝やすい体勢になってください。ゆったりとした気分で。その体勢で大丈夫ですか？わかりました。それではじゃじゃじゃーん、ちまだで話題の耳かきです。どうやって主を癒そうか調べていたら、耳かきがいいそうで、耳かき専門店もあるそうなのですが、自宅の慣れているベッドの上の方がリラックスできるんじゃないかと思いまして。もちろん耳かきのテクニックはそういったお店のお客さんより下手かもしれませんが、主を癒す枕たるもの、耳かきができなくてどうすると思ったので、そんな不安そうな顔をしないでください。やり方は本で調べましたし、手先は器用な方なのできっとなんとかなると思います。じゃあ早速始めますね。あ、その前に主、ちょっと手を握ってくれませんか？冷たい手で耳かきをするのは良くないらしいので、耳が手の冷たさでビクビクしてしまうらしいです。自分で温めればいいじゃないかって。その枕さんは枕なので、誰かに温めてもらわないと暖かくならないのです。主の手は暖かいですね。いや、もうちょっと握って。念入りに温めて。よし、ありがとう、主。では、改めて、耳かき始めまーす。まずは、右耳からしましょうか。主、右耳を差し出してください。します。入ってますね。枕さんが素人で怖いと思いますが、体の力を抜いてください。
ローション買って、まあ気にしたら負けですよ。ローションが垂れないように、しょっと、しょ、耳の入り口を掃除。するらしいけど、どう？よっか、よかった。徐々に奥に進んでいきますね。気持ちいい？ぼやっとしてますね。強くなるかも。取れた。大丈夫ですか？よかったです。で、あとはこれ。ふわふわの綿がついている耳かき。このふわふわで少し奥の方をクリクリするといいらしいです。Thank you.
しいのお役に立てられて嬉しいそうです。で、最後は息を吹きかけますね。左耳を上にして、そう、ぐるんってしてください。こっちもまずは綿棒でマッサージ。で、次はローション綿棒で、どうです？どうしますか？このローションは特殊で、お花の香りがするローションなんです。
りしますよね。気持ちいいとかあるんですか？そかそか、奥に進んでいきますね。なんだろう、この達成感。ふわふわのポンテン付き耳かきさん、再び。最後は、やっぱりこれ面白いですね。
しましたか？ごめんなさい、つい。耳の目というのも、人によっては癒されるらしいです。主ってば、変な顔になってますよ。これ、ゾワゾワするんですか？変な顔ですけど、とてもいい表情です。もっと私に見せてください。これさせてください。ほんなら、今度は左のお耳。どうやろか。するねんな。匂いもそうやし、あとな、おっと、人間もな、あやかしも仕草の音って張り寄るやんな。例えばな、アイアンが頭をポリポリかくやんか。そん時の音とな、他の人間が頭かくとき立て寄る音は全然まるっきり違うんよ。高さもリズムも長さも強さも人間それぞれバラバラやのし。けどな、その三人な、仕草の音がよう似とるんし、ほとんど綺麗に重なりおうて、で、不思議に思うて
ールを見てみたらな、おばはんとお姉はんとおっさんとお姉はんと、それぞれ、なんや、見たメモに取るとこあって、でな、おっさんとおばはんも、顔も形も似てへんのにな、それでも、なんや、とか、似てるような気がするさけ。なんでやろうなって考えて。したらな、いやな。気づいたのし。これ、人間の、家族の揃ったとこなんだなーって。お父はんとお母はんとお嬢はんな。保育所には大概お母はんかお父はん、どっちかしかお迎えに来いひんさけ。な、そろっとるのは珍しいなっていうな思うて、おっさんがな、今日はどうしましたって聞いてくれてな、いいよ、ちょうどそのこと考えとったさけ、おっさんとおばはんとお姉はん、人間の家族の人揃いやんなって言うてしもたんよ。てしもてすぐな、あ、間違ったって、お膝すりむいたこと言うんやったって、ひよもな、すぐにわかってな。けどな、おっさんもおばあはんも、お姉はんも、ひよのこと、笑ったりせんと、にっこりうなずいてくれたのし。お分かりになりますか？私が有島診療所の院長、有島直武です、言うて、教えてくれてな。おばさん先生は有島なほこさんで、お姉さん先生は有島アリスさんでな、みんなやっぱり有島さんで家族って、教えてくれたのし。
膝の話になって、それでは治療しましょうって、直竹先生、言うてくれてな。直子先生がヒヨにな、死にますから我慢してくださいねって言って、ヒヨ、よくわからんで、うなずいてしもてな。したらな、じゅわーって、なんや、なほこ先生、ひよのお膝にシャコイのつけて、そしたら、じゅわーって、真っ白の泡がお膝からブクブクしてきよったんよ。ほんでな、すぐにな、お膝も染みてピリピリしてきて、あんな、ひよな、びっくりしておとろしなって、怖いだけな、いやいや怖い言うて泣きべそ書いてしもたのし、そしたらな、ぎゅーってふーって終わり、なほこ先生がひよのこと抱きしめてくれてな。ほんでな、娘先生、アリス先生がひよに教えてくれたんよ。痛いのは、ひよちゃんの体をもっといじめようとするばい菌と、お薬さんが戦ってくれてるから、お薬さんがばい菌をやっつけたその跡が、あわあわになって、体の外に出てきてるんだよ。で、したらな、ひよな、教えてもらったさけな、痛いのもお薬班がばい菌いうのを追い払おうとしてるからかって、ほんなら仕方ないことやのしって、我慢できるようになってな、あわあわもそういうわけならちっとかいも怖くないやな。ところがどんどんあわあわてろって、ひよからばい菌追い出してって思えてな。ほんで、あわあわ拭いてもろうて、ぺったり、ばんそうこう貼ってもろうて、そうしたら火を、もうつくかいも。ひひひ、怖くも痛くもなったよ。ひよな、診療所は
ええとこやなって思うてな。それとな、もう一つ、家族ってとっても素敵なもんなんやなって。家族作れる？トゲしたらヒヨの家族を作れる？大好きな相手を見つけて、その相手にもヒヨのこと大好きになってもろうって。やら言うのしたらええの？ならな、ヒヨな、アイアンのこと大好きやのし、平成やさけ、アイアンがヒヨのこと、もし、もし、もし、あれで、なんや、ヒヨ、あれ、お熱出てしもうたんかな。お顔が急にポーって熱うて、お胸も急にキューってしてきて、ドキドキするのし、そんな、このドキドキの意味がそのうち、ヒヨがもうちとかへ大きゅうになったら、大人になったら、わかるようになるん？その時に、わかったときに、ヒヨがまだ、アイアンのこと大好きだったら、アイアン、ヒヨの家族になってくれる？そんなら嬉しいな。安心やな。ヒヨ、アイアンのこと大好きやさけ。ずーっと、ずーっと、
気持ち変わらんと思うさけ、はよ大人になりたいな。どうしたら大人になれるんかな。このドキドキがどないな意味かがわかるんかなって。ちゃんとした大人は、うん、せやな、ごめんな、耳かき途中で放り出すんはちゃんとした大人のすることと違うな。そしたら、これでどうやろうか。作ろうな。